右への側屈が大きくて左への側屈が小さいなっていうのが見えてきたと。さっきよりもスルーンと伸ばせたなって印象はあるんじゃない？関節由来の痛みっていうのはまず一つある内容痛だったら、ね、もう一つは何だっていうと軟部組織、あの筋膜由来だったりとかね、お辞儀をして屈曲してた時っていうのは椎体幹関節に圧力を集めるということになるでしょ。腰椎自体に、問題があります。痛みの原因っていうのが整っていますって時には椎間板症になるわけでね、椎間板自体がひび割れていって、でそのひび割れたその間に知覚神経を